子どもたちのための職業社会体験施設キッザニア福岡に空間デザイナーの仕事を体験できる新しいパビリオンが出展しました。新しいパビリオン空間デザインスタジオ、出展初日の今日はオープン記念セレモニーが行われ、新しいユニフォームがお披露目されました。このパビリオンでは子どもたちが恐竜博物館の展示エリア空間をデザイン、模型や 3D データを使って展示する恐竜の配置や照明などを考え、博物館を訪れる人が楽しめる空間作りを目指します。でかいもの同士が喧嘩してて、そのちっちゃい恐竜が外側で見てるっていう感じにしました。うまく作れたと思います。将来恐竜博物館を作ってみたいと思いました。出展した野村工芸社はクリエイティブな仕事に興味を持ってもらい、想像すること、自分で作ること、考えることを好きになってほしいと話しています。